はい、皆さんこんにちは。ファミリー公開です。今日はですね、5チャンネルで、ちょっと気になったスレが立ってたんで、ちょっとそれについて考えてみたいと思います。どういうスレかというと、何々離れ、旅行しない若者、解消へ、観光庁、海外旅行をレジャーとして価値を見出していない。ということなんですね。まあ、観光庁が、その若者のアウトバウンド活性化に関する最終取りまとめというものを公表したんですね。で、私も一通りざっとしか読んでないです。ざっとしかそれ読んでないですけども、まあ要は若者はどんどん海外へ旅行する若者がどんどん減ってきてるという話らしいんですよね。だから海外旅行に関してのその関心が薄れてきてるということらしいんですけども、まず若者がどうしてこういうふうに海外旅行行かなくなったのか、まあ関心が薄れてきたのか、減少しているのかということを私なりに考察してみました。まず一つは、まあ皆さんもまあわかると思うんですけどね、主に二つあると思います。一つはやっぱりそれなりの収入を得てないということです。お金を持ってないということです。やっぱり海外旅行で行けば近場で、まあ行って帰ってくるだけだったら数万円でまあ終わるでしょう。でもまあ普通海外旅行行ったら美味しいものを食べたり、お土産を買ったり、まあ満喫したいですよね。そうなるとやっぱり10万円単位でお金が飛んでしまいます。飛行機代とか全部のその準備段階の費用も全部ひっくるめて、その費用だけで、まあ費用総額まあ10万円20万円30万円とか もっとかかるかも可能性もあります。なんで、ね、そういった10万単位のその出費が払えない、まあなんでまああんまり海外旅行興味ないなという人は多いと思うんですよね。あともう一つはやっぱりあれですよ、治安ですよね。日本は本当に世界から見て本当に治安いい国です。でもう海外では特に3.11 が始まってからやっぱりテロ活動というのが活発化してまいりました。でそのまあテロ活動、今でもどんどんまあテロ活動だとか、あと紛争とかいろいろなところでまあドンパチやって、まあ非常に海外危険だなという印象を持っている方多いと思うんですよね。なんでやっぱ実際私が学生だった、30年前ですね、おおよそまあ25年から30年前の間の、その25年以上前、やっぱり今よりはありましたよ、あの頃もユーゴスラビアの紛争とかありましたけども、やっぱり今の方がやっぱ多いですね。だから私も今海外行けって言われたらちょっと躊躇するかもしれませんね。お金持ってたとしても治安がちょっとあれだな。ただどの国でも安全な地域ってあるんですよ。イラクとか今もう本当にドンパチしてる、シリアだとか本当にドンパチしてるところはわかりませんよ、わかんないですけども、やっぱり安全な地域ってあるんで、でそこに行けばいいじゃないか。でもやっぱり安全な地域っていうのはやっぱ金かかるんですよ。全ての面において金かかるんですよね。なんでやっぱりそうなるとやっぱりお金が必要だ、もっと必要だ。じゃあどうすればいいか。もうあれですね、実質賃金アップしなければいけませんね。収入、より多くの収入を得られればもうバイトでも、社員として働いててもバイトでも、今の20代30代、まあ、収入を、まあ、多くもらえるようになれば、海外旅行も行くと思います。だから何々離れ、ここではまあ若者の海外旅行離れっていうんですかね、何々離れだとか、あとまあシュリンクフレーション、私の動画で散々取り上げました。やっぱりこれを解決する方法ですよね。もう実質賃金アップさせる、実質賃金アップさせるにはどうしたらいいか、経済成長すればいい、つまり GDP をアップです。結局またここでもやっぱり GDP 経済成長しなければ答えを見出すことができないという問題ですね。答えはだから簡単なんです、単純なんですよ。問題はだからこの経済成長させられるかどうかです。もうじきは自民党総裁選挙、まあ総裁選ありますけども、安倍さんにしろ石破さんにしろ2人とも消費税増税するって言ってますよね。なんでね、消費税を増税するようでは GDP はアップしません。まあもっとも それをまあそんなの長期的にするぐらい財政出動するんであれば話別ですけどね。なんでそれをするにはプライマリーバランス黒字化を破棄しなければいけない。もう
財政健全化というのは、あの前回の動画でも挙げましたけども、もうほとんどもう解消されてます。財政健全化。その本当の定義として載っているその財政健全化のその定義に乗っとって、考えてみると、もう財政健全化はもうされてます。なんで本当はこんなの早くもうできたから、どんどん財政出動してもいいよっていうふうに財務省は言わなきゃいけないんですけども、まあ安倍政権もうそれ、分かってるのか分かってないのか分かんないですけどね。なんでこんなにプライマリーバランス黒字化に固執するのかちょっと分からないですよね。まあもちろん経済成長させるためには、その消費税減税もしなければいけないと私は思ってますから。なんでまあちょっと、まあ今の自民党のその経済政策、もう今一度考えてもらいたいですね。この何々離れだと、シュリンクフレーションを、まあ打開するには、経済成長しかありません。まあ、結論としては、その若者の旅行、海外旅行離れ直すには、もう経済成長させるしかない。GDP アップさせるしかありません。まあ結論はやっぱり、いつもと同じような感じになっちゃいますよね。ということで今日はこれで終わりにしちゃいます。アディオス。アスタマニアナ。